テスト中の F119 エンジン回119は、アメリカ合衆国の航空用エンジンメーカー、プラットホイットニーが開発した、アフターバーナー付きのターボファンエンジンである。本エンジンの構成概略を、前方から順に示す。蒸気に、ケーシング類とファデックや AGB といった、補機類が加わる。高圧タービンブレード後のタービンのツルを省いて、直後に逆向きに回転する。 低圧タービンブレードを配置している。つまりファンを含めて低圧部と高圧部は逆回転している。高圧タービン部では、ローター一体型の単結晶、超合金製タービンブレードに、電子ビーム乗着法によるセラミックスの、遮熱コーティングを採用している。回 -22 では本エンジンのファデックが FCS と協調して働き、 水力変更ノズルを含めてエンジンと機体に関わる数百もの要素を自動的に調整する。本エンジンのノズルはノズル面積の拡大、縮小が行えるだけでなく二次元水力変更式であり、上下にプラスマイナス20度下辺となっている。1980年代後半から1990年代初頭にかけてアメリカ空軍の先進戦術戦闘機計画のために、 設計、開発されていた UF120 と UF119 のうち採用された UF119 を元に開発された。米国製の海 -22 ラプター戦闘機は海 119PW-100 を2機装備している。海119はミリタリー水力が大きく、バイパス比が極めて小さいターボファンであり、これらが 回 -22 に超音速巡航を可能としている。また、F119 の派生型であり、後に解、回135と解消された JSF119 は、西側諸国で共同開発中の回 -35、ライトニング2戦闘機用のエンジンとなっている。ファン水力変更ノズル一般的特性構成要素、性能。ありがとうございます。